星空ガイドが語る星座とギリシャ神話。こんばんは、星空ガイドのかなさんです。この季節、東の空を見ると目立つオレンジ色の星が見つかります。牛飼い座のアルクトゥールスです。また牛飼い座のさらに下、北東の地平線の上に見えること座のベガとの中間にヘラクレス座が出てきています。今晩は牛飼い座と牛飼い座の狩人のモデルになったとされるアトラスとヘラクレスのお話です。牛飼い座、こちらは関東地方5月2日午後8時の東の空です。東の地平線から上を見ていくとオレンジ色の目立つ星が見つかります。これが牛飼い座の一等星アルクトゥールスです。アルクトゥールスは全天に21ある一等星の中でもさらに4つしかない地球から見る明るさがマイナス等級の非常に明るい恒星です。その4つの明るい恒星とは、明るい順にシリウスマイナス 1.4 等級、カノープスマイナス 0.7 等級、ケンタウルス・ザ・アルファ星マイナス 0.1 等級、アルクトゥールスマイナス 0.05 等級。ちなみに太陽はマイナス26等級です。アルクトゥールスの地球からの距離は37光年くらいです。重さは太陽と同じくらいですが、大きさは太陽の25倍にも膨れ上がっていて、これは光を出すための星の中心での核融合がほぼ終わり、中心から離れた周辺で核融合が続いているため、星全体が膨張したためで、星の温度が冷えたため赤っぽい色になっています。アルクトゥールスの年齢は太陽が46億歳なのに対して、アルクトゥールスは71億歳で、太陽も今後同じような赤色巨星になるだろうと言われています。さて、牛飼い座はこのアルクトゥールスから左方向に三角形と細長い五角形を足した形になっていて、これを人の胴体に見立て、今の時期だと頭を左にして体はちょうど90度倒れた角度になっています。右手に棍棒を持ち、左手には両剣2匹の手綱を高く持ち上げて、両足を踏ん張っている巨人の姿として描かれています。アルクトゥールスとは、熊を追う者、守る者という意味があり、大熊座の隣にあることから、牛飼い座の人物は熊を追う狩人、あるいは熊を守る番人であるとされています。そして牛飼い座のすぐ上には猟犬座があり、2匹の猟犬は牛飼い座の狩人に連れられて、狩人と共に熊を追っているのだとされています。牛飼い座はかなり古くから知られている星座で、ギリシャ神話では牛飼い座を天を支える巨人アトラスだとしています。アトラスとヘラクレス座のギリシャ神話。ヘラクレスはある時、ヘラのよこした狂気の女神に取り憑かれてしまい、我が妻と3人の子供を自らの手で殺めてしまいました。その罪を清めるため、神の神託を受け、神託により12の難行に挑むことになります。さて、12の難行のうち11番目はヘスペリデスの園にある金のリンゴを取ってくることでした。ヘラクレスはその金のリンゴを探す旅の途中、貼り付けにされ無数の鷲についばまれ苦しんでいるプロメテウスに出会います。プロメテウスはゼウスの許可なく人間に火を使うことを教えた罰として、ゼウスによって岩肌に貼り付けられ、その体を鷲についばまれていたのでした。そしてプロメテウスは神なので、ついばまれた体は翌日には元通りに再生されてしまい、永遠にワシについばまれる痛みを受けることになっていたのでした。それを見て哀れに思ったヘラクレスは、群がるワシを持っていた矢で全て撃ち殺してやりました。その礼としてプロメテウスから金のリンゴの在りかはアトラスに聞けばよいと教えを授かりました。巨人アトラスは巨神族の一人で、ゼウスらオリンポスの神々との戦いに敗れたため、ゼウスにより永遠に天を担いで支えなければならないという辛い役目を負わされることになりました。ヘラクレスは天を担ぐアトラスを探し、金のリンゴの在りかをアトラスに尋ねました。そうするとアトラスは、金のリンゴの在りかは知っているので取ってきてやろう、その代わりわしが金のリンゴを取ってくる間、わしに代わって天を支えてくれとヘラクレスに言いました。ヘラクレスはこれを了承し、アトラスが戻ってくるまで天を支え続けることになりました。やがてアトラスは金のリンゴを携えて戻ってきましたが、アトラスはこの天を支え続ける仕事に飽き飽きしていたので、ヘラクレスに仕事を押し付けようと考えていました。そこでアトラスは、
わしが代わりにこの金のリンゴを届けておいてやろうと言ってそのまま立ち去ろうとしました。ヘラクレスはアトラスの企みを見抜きましたが、天を支えたままではアトラスを追いかけることはできません。そこで知恵を働かせ、アトラスに、やれやれそうしてくれるのはありがたいが、俺は天を担ぐのに慣れていないので肩が痛くてたまらない、どうすれば楽に天を担げるかちょっとやってみせてくれないかと尋ねたのです。単純なアトラスはいいだろうと言って金のリンゴを置くと、慣れた様子で天を担いでみせました。ヘラクレスはその隙に素早く金のリンゴを拾い上げ、そこからさっさと逃げ去りました。後に天を支える仕事に疲れ果てたアトラスは、見たものは全て石に変えてしまう恐ろしい魔力を持ったメデューサの首を持って通りかかったペルセウスに頼んで、自らを石にしてもらい、長年にわたる苦役から解放されたそうです。地球、重かったんでしょうね。さて、世界の地図を集め初めて一冊の本にした時に、その本の表紙に天を担ぐアトラスのイラストが書かれ、その本をアトラスと呼ぶことにしたそうです。それ以降、英語で地図帳のことをアトラスと呼ぶようになったそうです。牛飼い座で狩人の姿のアトラスはまだ自由な身であった頃の姿なのでしょうか。アトラスは罪を受ける前、結婚もしていて、海の妖精との間に7人の娘を作り、その娘たちもプレアデス星団スバルとなってやはり天に上がっています。今晩のお話はここまでです。また別なお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。